ムノズです。スペインロンダードから入りました。はい、後転飛びからローリングですね。これも D 技になります。日本でも何人かの選手がこのロンダードから入ってますね。そうですね、平均台にローリングはせずにそのまま立ってますね。はい、後転飛びから後方宙返り、はい、18歳です。去年の、はい、世界選手権16位、まあ、ジャンプの連続を今見せてくれたんですけれども、少し足の開きが小さいようですね。ありませんか。はい、ムノズはスペインのエースです。まあ、どうしてもアクロバット系のこういう技の方に偏ってしまうということが体操競技ではあるんですけれども、先ほどのようなジャンプですとかターンですとか、体操系の技といいますけれども、そちらの方も手を抜かないでしっかりやってもらいたいですね。このムノズは規定では床で 9.80 というなかなか高い得点を出しております。さあ最後はどうでしょう。抱え込んでのダブル、着地は決めました。そうですね、着地まではうまく固めてます、ね。はい、なかなか切れはいいですね。そうですね、この先生